まず自己紹介お願いします。アベニス日本語学校で NDD を勉強している伊沢でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。長所と短所を教えてください。はい、私の長所は最後まで諦めない根性があるところです。日本語も本当に難しい方ですが、こうして諦めず NDD まで来られました。私の短所はミスをなかなか見つけられないところです。チェックを1回だけすると必ずミスが出てくるので、チェックするときは最低でも3回ぐらいはするようにしています。じゃあ趣味は何ですか？はい、子供の頃から歌や映画が好きで、趣味は歌を歌うことや映画を見ることです。学生時代に頑張ったことを教えてください。はい、自分があんまり勉強ができなかったけど一生懸命頑張ってクラスでトップの一人になれたことです。就職したらやりたい仕事は何ですか？私がアベンディッシュのアシスタントの先生の仕事に就職できたら、今まで経験した日本語についての全てを活かして学生みんなに正しい日本語を伝えたいです。失敗したことについて教えてください。はい、中学校の時数学の試験に落ちたことです。その時は結構落ち込みました。それからは数学をもっと時間かけて頑張りました。そこで私が思ったのは、もし私が子供の頃から数学の基本をちゃんと勉強していたら、こんなことはなかったなと。だから何のことでも基本からきちんと学ぶことだと分かりました。10年後に自分は何をしていると思いますか？はい、10年後の私は日本語を教えていて経験もたくさん持っている先生になっていると思います。そのためにも今から一歩ずつ準備を重ねていくつもりです。何か質問はありますか？入社までに準備しておかなきゃならない資格はありますか？いいえ、特にはないです。それでは本日の面接は以上で終わりとなります。お疲れ様です。こちらこそお疲れ様です。本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。